皆さんこんにちは。大分の高っち親方です。今回はハロプロの話題でございます。その中でも椿ファクトリーの朝倉キキちゃんについてご紹介いたします。おそらく椿ファクトリーのメンバーのソロでご紹介するのは今回が初めてだと思います。椿ファクトリーのエースとして呼び声高い朝倉キキちゃんのですがですね、本日2020年9月3日になんと20歳の誕生日を迎えられました。おめでとうございます。今回ですね、この各メンバーですね、誕生日の日にファンクラブ限定のバースデーイベントが行われております。ただ、東京や横浜で行われておりまして、なかなか私、九州住んでる私では、そんなにもちろん現地には行けないですし、ましてやこのコロナ禍で移動やですね、集合が制限されている中、ついにですね、オンラインで配信というのは、非常にありがたい試みだと思っております。今回ですね、初めてこのバースデーイベントですね、生配信で見ました感想を簡単にご紹介いたします。そして合わせまして、朝倉キキさんのことについてですね、私ながら簡単にご紹介いたしますので、どうかお付き合いのほどよろしくお願いいたします。まずは朝倉キキちゃんのプロフィールをご紹介いたします。2000年の9月3日生まれ、まさに20歳の誕生日を迎えられるという時でございます。千葉県出身の AB 型ですね。歌が好きということでございますが、実はお父様が、お家の方がですね、ラルク・アンシェルのファンだということで、結構ね、見た目は清楚系な感じですけれども、実はロックなところがあるということで有名でございます。またですね、家ではペット犬3匹2匹ですね、チャーリー、琥珀で、エル、そして、センちゃんというですね、こちら鳥も飼っております。キキちゃんですね、イメージ的には本当、清楚系というか、私最初見た時は小学校の先生とか、国語の先生っぽいなっていう感じだったんですけども、結構喋る天然系でもあり、ちょっとグイグイね、攻めてくるところもありますが、基本的には可愛い、そしてダンスや歌とかにもセンターにいつも来てるようなイメージを持っている子でございます。個人的にはですね、ビーマガで、激辛カレーを食べている時の、尾形りさちゃんと、この朝倉キキちゃんのコンビが、ほんと好きなんですね。本当にご飯ばっかり食べてる人誰？本当にですね、尾形りさ丸が切れて、キキちゃんが、そんな食べてないよっていう場面がですね、私結構このものとして好きです。詳しくはですね、ビーマガ2つ出ておりますので、ご覧ください。そんな朝倉キキちゃんってですね、実はまだ一度もお会いしたことはないんですね。というか、お会いするチャンスはあったんですよ。これがですね、2019年の12月14日でございます。当時、椿ファクトリーの新曲をですね、リリースするにあたりまして、その握手会が各地で行われました。でですね、その12月14日、福岡でですね、秋山真央ちゃん、マオピンと朝倉キキちゃんが握手で参加されるということでございました。くしくもその日、私、福岡にいました。というのも、その、椿ファクトリーのイベントの後に、モーニング娘。の ZDA、全国同時握手会も行われておりました。で、私はその、モーニング娘。の方に参加しました。で、椿はですね、当時申し訳ないんですが、まだ、ハロプロに復活ね、したばっかしで、そんなに知らなかったですし、もうちょっとね、当時、椿のことを知っていれば、興味があればもうぜひね、こういう風に握手していったんですけど、ちょっとね、お金も取れなかったということで、ちょっとね、今握手しなかったことを後悔しております。ね、今特にコロナ禍で、こういう交流とかですね、接触というのができない中で、キキちゃんとマオピンとね、こう交流というか握手ができればほんと良かったなと今相当後悔しております。それではバースデーイベントの内容について簡単にご紹介いたします。もちろんこの後ですね、その DVD なども発売されるでしょうから、本当に簡単にご紹介いたします。今回ですね、キキちゃん衣装は白いドレスでですね、登場されました。ピンクですね、メンバーカラーのピンクも考えたそうなんですが、この椿として初めてですね、着たのがですね、これ北の字がごめんなさい、間違えてますが、白い、衣装だったということに由来しています。そしてですね、今回は沢井香五郎さんとかですね、鈴木啓太さんとか、ジョジョ軍団の皆さんの司会はなく、もう一人で、全て進行されるという、珍しい形でございました。そして、最初に2曲ですね、
大人っぽい曲をですね、始まりを飾る選曲がありまして、2曲披露した後に、この朝倉キキちゃんの進化がわかるですね、この成長の記録、スライドショーというかですね、こう写真を見ました。まあ本当可愛らしいですね、子供時代からですね、そしてデビューしたところ、そして、ペットの写真も出てきますですね。もうキキちゃんがニコニコ、思い出を語っているのが印象的でした。で続きましてまた歌が続きました。メドレーがですね、今度乙女ゾーンということで、まあ、女性らしい乙女の気持ちを歌った3曲を披露しました。このね、キキちゃん高い声が似合うなというふうに思いました。でさらにもう2曲この次のメドレーはこの6人時代のですね、インディーズ時代の、に経験した舞台から思い出の2曲ということで、もう本当にこの舞台のヒロインのようなですね、優しく高い歌声が魅力でした。まあ、なんかとあるキシモンとの、ね、ですね、シーンが好きだったということで、まあ、詳しい内容はお伝えできませんが、このやっぱキキちゃんっていうのは歌うことが大好きだと、まあ、本人曰くそのトークがうまくないので、まあ、今回はこう歌で魅了したいということでイベントを進められました。そしてもうイベントもこれで最後になりますが、続きましてこの20歳を迎えるにあたってですね、キキちゃんのまあ抱負を語ってました。まあ、とにかく20歳になるということで責任を持ちたいなと、まあ、自分のできることから、まあ、今まで家族にですね、お世話になってきてますけども、いろんなできることから、まあ、一人で自分でできるように頑張っていきたいなというふうにおっしゃってました。そして最後に2曲ですね、もう今後のキキちゃんの未来に向かって、そしてファンの皆様への感謝の思いを伝えた2曲でございます。この2つがね、本当に良い曲で、こうジーンときましたね。1曲目のゴールという時にはですね、背景に、まあ、先ほどのスライドショーもありましたけども、これまでのキキちゃんの成長のスライドが流れてジーンときました。そして最後にはあったかいバラードでジーンときました。まあ、今回ですね、まあ、大体20歳になるとそのハロプロのファンクラブイベントでお母様の手紙というのがあるんですけども、まあ、キキちゃんの場合はそれはなかったですけれども、非常にまあいいですね、感じで感動的なステージとなりました。さあ、そんな椿ファクトリーの今後の予定です。まず大事なのが今月ですね、9月30日に新曲がリリースされます。断捨イズム、そして今何時という曲でございます。断捨イズムはですね、湘南の風の食愛さんが作詞作曲された曲でございます。今回多分2回目というお話です。でまあイントロがですね、こう EDM でこう電子を使って、まあ、Perfume のようなかっこいい感じのダンスで始まりますが、こうサビはまあいわゆる疾走感のあるこう正統派といったあれですけども、ちょっとまた落ち着いた感じでノリが良い感じの曲でございます。まあ、ショックアイさん曰くですね、いろいろ、まあ、コロナ禍もありまして、いろんな情報や価値観がある中、選択肢がある中で、もうどれもこれも選ぶのは大変だ、だから本当に自分が何をしたいのか、必要なものだけを選んでそれだけに向かっていけという、まあ、応援歌という曲でございます。でもう一つ、今何時はですね、そうね、大体ねと言いたいそうですが、これはもうあの切ない、まあ、ある意味椿ファクトリーらしいですね、曲でございます。こう切ない曲調、ちょっと R&B 風で、まあ、韻も踏んでるような感じでございますし、この、まあ、彼女が付き合っている彼氏に、ね、私の気持ち分かってよっていう風なですね、こう問いかけている、まあ、そういう曲でございます。あのいずれもですね、椿ファクトリーの公式の YouTube にこうミュージックビデオなど出ておりますので、ぜひお聴き比べください。これ全部ですね、初回限定版とですね、それで通常も合わせてすると大体5900円ぐらいします。なぜはその価格がわかるのか、実は今日ですね、私その4枚セットも予約しました。そしてその、まあ、4枚セット今回とある会社の企画で買ってるんですが、それを買うとその自分の好きなメンバーから名前入りの直筆サインをもらえるという甘い誘惑に誘われました。もちろん私が頼んだメンバーは朝倉キキちゃんです。あのぜひインターネットサイン会もあるということなので、私の名前とメッセージ呼ばれるといいなと思います。もう完全に沼です。でもう一つ、まあ、ちょっと同じ椿ファクトリーで、まあ、朝倉キキちゃんではございませんが、小野瑞穂ちゃん、おみずですね、のファースト写真集瑞穂も、2020年9月の29日に発売でございます。ちょうどですね、おみず20歳の誕生日に発売でございます。まあ、実は私も予約をしておりまして、まあ、多分その時期届くと思います。まあ、今回こそはですね、サインもですね当たればいいんですが、
まあそのですね、またこの写真集につきましてもまた別途ですね、レポートをしたいと思います。まあ余談ですけども、この9月の29日というのはですね、まあくしくもその私の母親の誕生日でございます。だからね、どうしてもね、お水の誕生日見るとその母親を思い出してなんかいたたまれない気持ちなんですが、まあそれはどうでもいいんですけどもね、あのお水はあの佐藤正樹ちゃんが大好きということで、あのお水のバースデーイベントの過去の DVD ランブですね、佐藤まーちゃんがお見えですね、実際にお祝いに来たし、こちら見てほしいですね。もう完全にお水はまーちゃんのお宅になったり、ということで今回は椿ファクトリー朝倉キキちゃんのバースデーイベントについてご紹介いたしました。まあ今後もですね、この椿ファクトリーについてもご紹介をしていきます。まあハロプロの中でもですね、こう少し変わったグループと言われております。こうワイワイですね、ガヤガヤというよりかは、元気な曲というよりかは、このまあ清楚系という感じで、こうまあ坂道グループに近いというふうに言われております。ただこうメンバー見ると本当個性派で面白いんです。私もですね、まだ曲は覚えてなく、メンバーを覚えている段階でございます。まあ少しずつ勉強して、この椿ファクトリーの魅力について今後もご紹介していきたいと思います。まあ、写真集と新曲についてはまた感想動画も上げたいと思います。よろしくお願いいたします。それでは最後までお付き合いいただきありがとうございました。よろしければいいねボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。そして椿ファクトリーハロプロ、ぜひよろしくお願いいたします。それではまた。推しのために今日も働く。